お二人の共通点として古めのインターネット、特にフラッシュ系が好きというところがあると思います。しかもお二人とも面白フラッシュ倉庫を見ていたり、萌え駅に至ってはカードキャプターさくらを調べようとしてたどり着いているというところまで完全一致していて、そこまで一緒なんだ。あ、そうなんですよ。その時代のインターネットの感性がとても近いように感じます。そこまで一緒なんだ。そうなんです。私もそこまで一緒だとは知らなくてまあ萌え駅は私も配信で名前出したことあって、まあ16歳なんで夢で見たんですけど、それ使うんだそういう技が。いや違う、本当に夢でね、まあもうリアルな手に汗握る夢を見て、したらなんかどうやら萌え駅の話を配信でした V が私以外にもいるらしいと、それがマリンさんで、うわっこの人ここ通ってるんだみたいに。いやー確かに。なんか萌え駅以外だと何見てたんですか、ミトさんって。エロフラエッチなのばっかって言ってますか。違う、そっか、別のか、あのそういうのに限らずって話ですね。もう完全にそれ限定の話かと思ってた私。違うだろ、エロばっか見てちゃダメでしょ。違いますね、ネットの話ですよね。エロばっか見てちゃダメでしょ。インキャプテン宝生マリン、アイム宝生マリン、イエーイ、センキュー。